まだまだ盛り上がっていきましょう。聞いてください、チュアチュア。
ございます。ありがとうございます。はい、それではこの後の告知をします。はい、この後は特典会があるんですけど、会場がここではなく ATS 広小路ビルという場所になります。ここから歩いて少しのところになります。この後公式アカウントの方から詳細、詳しい場所が載せられると思うので、ぜひ遊びに来てください。初めての方はショット写真が1枚無料で撮れます。ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。ちょっと待った、私たちが誰なのか言ってないよ。わー、知らない。待って、ごめん、めっちゃ焦った。今日いいイベントだからないのかなと思うんだけど、さすがに名前ぐらいはね、ちょ言わせてもらっていいですか。言っていこう。ごめんなさい、左ずつ自己紹介させて。じゃあ皆さん、改めましていきましょう。アクションはできる、演技はマックスロー。6の次の数字を言ってください。1、2、3、4、5、6、7っていう自己紹介なんですよ。なので初めましての方ももう一回いきますよ。一番腹の底から大きい声出してください。1、2、3、4、5、6、7。ありがとうございます。佐藤メイクフラキュガレー7こと7です。7だ、知ってるよ。5歳からキャラティやってて今フラーリー私の笑顔でみんなの笑顔のひまわりすかしちゃうぞ。キロ担当ゆっちゃんこと柚葉です。ゆうらいきます。アイ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 、みんなのアイドルゴー、みんなハートをゲットしちゃうぞ。赤いの担当アイちゃんこと長谷川愛理です。愛ちゃん、はい、愛してくれなきゃやと。愛してるよ。はい、その可愛い教えます。ピンク色担当ココタンこと永瀬ココアです。ヨコタン、みんなで一緒に歌ってください。ある日ある日森の中、森の中行く間に出会ったが、はい、おいよ担当班長のみちょこたみつきです。みーちゃん、はい、私たちはまちゃんみんなの声、今こちゃんのようキャッチコミーに活動しているお掃除ユニットレディアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介忘れて本当にごめんなさい。すいません、ごめんね。次からちゃんと最初に自己紹介させていただきます。はい、私たちはさっきの告知もしたと思うんですけど、もう一つ告知させていただきます。4月7日日曜日に徒歩ここから 2,3 分のところにあるゼファーホールというところでワンマンライブさせていただきます。やったー。チケット絶賛発売中です。少しでも気になった方、よかったら遊びに来てください。それでは最後にしましょう。私たちの決めセリフがあります。みんなはいって返事してね。それではいきますよ。みんなポイしてはシャーライナーぞ。よくできました。かわいい。それでは以上、私たちの掃除ユニット。